やー、私4年目になったんですけど、後輩がもうこれで7人になったんですよね。なんか私が新人入ってきた時って一番近い先輩が藤林さん、玉巻さん、そして森本翔太さんで、その時その3人が4年目で、その時の先輩ってすごく大人びて見えたんですけど、もうその年代になって、でしかも後輩がもう7人もいるってなると、なんかそろそろしっかりしなきゃいけないなって思うんですよね。なんかこう入ってきた時の先輩って頼りがいがあって、アドバイスをくれて、ニュースなんかを読んでる姿がすごくかっこいいイメージだったんですけど、今の自分を振り返るとなんかちょっと抜けている感じがあるというか、どこかまだしっかりしてないというか、うん、もっとしっかりしなきゃなと思うんですけど、そんなことを後輩に話したりすると、それが光弘さんの良さじゃないですかって言うんですよ。で、先日ラジオ番組で UK ことクッスンさん、クッスンこと UK さんかと共演させてもらったんですけど、光弘くんはしっかりしてないところが愛されるポイントだよねっておっしゃっていただいて、やっぱりそういうのが関西の皆さんに愛されるところなんじゃないかなというふうなアドバイスもらったんですけど、どっちがアナウンサーとして正しいのかっていうのが未だに答えが見つかってないんですよ。昔から中学校の野球部のキャプテンをやって、大学も軟式野球部でキャプテンをやって、何かこう人をこうまとめるって言ったらちょっと大げさなんですけど、みんなとこう頑張っていこうっていう仕切る役割が多かったんですけど、全部そういう時もなんか抜けてるよねとか、なんかちょっと光弘って変だねみたいな話をされることがあって、自分の中ではこの色、この持ち味をどうこの職業に落とし込めるかなっていうのを日々悩んでるんですけど、やっぱりきちっとアドバイスできる先輩になりたいなと思っている4年目なんです。今ラジオ番組で万博宣言っていう番組を担当してるんですけど、もう後輩が7人になって、で男のアナウンサーが今回2人入ってきたんですよ、新人で。スポーツの現場でも多分実況をこれから後輩に教えていく立場になるんですけど、まだまだこれから4年目ってこういう悩みを抱えていく年代なんですかね。なんかこう大人への歩み、それをちょっとこうこれからしっかりとアナウンサーとして踏み出していきたいと思っているんですけど、結構嬉しい言葉ももらうことも増えてきたんです。あ、光弘だからなんかその会話引き出せたよねとか、光弘だからこそそういう番組の空気になったよねとか言ってもらうことが増えてきて、以前魔法のレストランという番組僕担当することに今年の4月からなったんですけど、宇治原さんにも、あ、またどこかで